イリノイ川、流域イリノイ川は、アメリカ合衆国イリノイ州の北東部から南西に向かって流れる川であり、ミシシッピ川の主要な支流である。長さは273マイル、流域面積は28,070平方マイルであり、イリノイ州中央部の大部分から水を集めている。この川は、古代湖地方とミシシッピ川をつなぐ水路として、 インディアンや初期フランス人公益業者にとって重要だった。この川に沿って入った植民者は、イリノイカントリーとして知られる地域の中心部を形成した。19世紀にイリノイ・ミシガン運河とヘネピン運河ができると、ミシガン湖とミシシッピ川をつなぐ。この川の役割は、近代的産業製品の輸送の時代にまで拡大していった。イリノイ川は、イリノイ州、 グランディ郡東部ジョレットの南西約10マイルにあるカンカキー川とデプレーンズ川の合流点に橋を発する。イリノイ州北部を採用し、モリスやオタワの都市を過ぎると、マゾン川やフォックス川が合流する。ラサール市では、バーミリオン川が合流し、その後も西にペルーとスプリングバレーの各都市を過ぎる。ビューロー群の南西部、グレート。 ベンドと呼ばれる地域で南に展示入りの異州西部を南西に流れ、ラコン市を過ぎ、流域の主要都市であるピオリア市中心街に至る。ピオリアの南で末期の大川と合流し、超遠くは国立野生生物保護区を過ぎる。バナ市の対岸でスプーン川と合流し、ブローニング市の向かいではサンガモン川と合流する。ベアーズタウンの南西約5マイルではラモイン川が流れいる。 ラモイン川との合流点近くで南に展じ、イリノイ州南部はミシシッピ川とほぼ平行して南流する。クリーン軍とジャージー軍の軍境でマクユピンクリークと合流する。ここはミシシッピ川との合流点まで約15マイルである。イリノイ川下流の20マイルはミシシッピ川とわずか5マイルを隔てているだけである。セントルイスの中心街から約25マイル北西に あるグラフトン近くでミシシッピ川と合流する。ここはミシシッピ川とミズーリ川の合流点からは約20マイル上流にあたる。スターブドロック州立公園近くのコーモンダムイリノイ州ヘネピンの南でイリノイ川はミシシッピ川が古代に流れていた水路を流れている。約30万年前から13万2000年前までのイリノイ海ではロックアイランド近くでミシシッピ川が遮られ、 現在の水路に向けられせた。氷河が溶けた後、イリノイ川が古代水路に流れ込んだ。ヘネッピン運河はロックアイランド上流では、ミシシッピ川の古代水路を大まかにたどっている。イリノイ川の現在の水路は、カンカキー川の急流によって数日のうちに、形作られた。約1万年前に、ウィスコンシン氷河が溶けた時、現代の古代湖の一つに匹敵するような湖が、 インディアナに形成された。この湖はその氷河の赤いにおける末端氷体積の背後に作られた。北の氷が溶けたために最終的には湖の水面が上がり氷体積の上を乗り越えた。自然の包みが破壊され湖に溜まっていた水全体が大変短い間におそらくは数日間で流れ出した。イリノイ川は その形成方法のために深い渓谷を縫って流れ、多くの岩場ができた。現代で考えられる水量には必要のないほど、はるかに大きな、活用されない水路を持っている。1718年の地図に書き込まれたイリノイ川、現在のイリノイ州をハイライトで示す。イリノイ川流域は、イリノイ連邦インディアンの強固な地盤だった。フランス人が1673年に、ここで初めて、 インディアンと出会った。イリノイ州内のヨーロッパ人による最初の開拓地は1675年、イリノイ川岸、スターブドロックにイエズスカイ宣教師のジャック・マーケットによって設立された。1680年、ラサールがスターブドロックにイリノイでは最初のトリデであるセントルイストリデを建設し、後にこれがピオリアに近いクレーブキュールに移されて、 イエズスカイ宣教師も映った。1905年から1915年、イリノイ川では、コロラド川を除くアメリカ合衆国のどの川よりも、淡水魚が多く取れた。この川はかつて解剖炭産業用の石灰類の主要な供給源だった。しかし過剰な漁獲及び多量の沈泥や、水質汚染による生息地の喪失によって、海外の新需要食用の核を供給するための、 少量の石貝類を除いて商業的な漁労はほとんどできなくなった。スプリングバレーにかかる89号線橋より下流では商業的漁業が現在も続いている。この川は世界クラスのソッカー釣りでは重要なスポーツフィッシングの場となっている。イリノイ川は古代湖岸シカゴからミシシッピ川をつなぐ現代水路の一部となっている。この水路はもともと イリノイ川とシカゴ川をつなぐイリノイミシガン運河を建設することで確立された。シカゴ衛星管理区域局が後にイリノイ川の流れを逆流させ、シカゴ市の汚染水や下水がイリノイ川を降った。イリノイミシガン運河はそれ以来シカゴ衛星、船舶運河を含むイリノイ水路に置き換えられた。川の水運と洪水制御はアメリカ陸軍工兵司令部が管理する8カ所の 公文とダムで行われている。現在安全上の理由で、すべての公文とダムは観光用には閉じられているが、システム全体について優れた解説を提供している。スターブドロック観光センターだけは例外である。穀物や石油などかさばる商品を運ぶ、はしけぬ交通量は多い。夏と初秋のシーズンには、北東アメリカを船で巡航する、グレートループを通るプレジャーボートも使っている。 イリノイ川はグレートループの重要な一部である。ピオリア市はイリノイ川に複合下水放流を減らすための長期計画を開発している。これはアメリカ合衆国環境保護庁とイリノイ州環境保護庁が要求するものである。寒気には市内の下水管を下水が無事に流れて大ピオリア衛生管理区域の下水処理場に入っている。しかし年に十八回。 雪解け水や雨が原因で、下水管の許容量を超え、未処理の下水が、イリノイ川に流れ込んでいる。ピオリアは、水質を濁防止法にかない、イリノイ川を守るためにその下水放流を調べ、長期制御計画を準備しなければならない。この計画は2008年12月までに、アメリカ合衆国環境保護局とイリノイ州、環境保護部宛て提出する必要があった。ありがとうございます。